これだけノック受けないとうまくならないとかね、最初ピッチャーやってたもんですから、うん、投げ込みやらなくちゃいけないんだって言われて、結局肩壊しましたけど、はい、やはり今後はそういう科学っていうのは、その脳科学も含めたスポーツ医学でないと、うん、僕はいけないと思うんですね。それはなぜかというと、脳科学の進歩はものすごく著しく進歩してきたっていうね、ことがあると思うんですけど、やはり脳科学とスポーツ科学とやはり合わせながら、うん、整合性取りながらやった方が私は覚えも早いですし、うん、変なね悪い癖もつかないと思いますし、うん、さらに体のダメージですね、うん、そういったものも少なく済むと思うんですよね。だからそういういいことがたくさんあるのに、ね、野球の練習っていうと走れ走れ走れ投げろ投げろ投げろなんて、これは医療従事者、医療医学から見た素朴な疑問として今ショーの話させてもらったんですけど、まあでもね、面白いのはこう見ていると、現役時代あまりやってない人に限ってやった方がいい、やれっていう人が多いですよね、はい、でよくサボってた人に限ってサボんなよって、よく要するにサボり方を自分知ってるのでお前ここでサボんなよとかって言えるんでしょうね。で今まであまり自分がやってこなかったのでやんなきゃいけないっていう人も結構多いと思うんですね。で、まあ、僕はやっぱり量よりも質が大事だと思ってまして、100球投げるにもどういう100球を投げるかですね。ただ100球投げるんじゃなくて、今日の100球は1球目から100球目までどんな意図を持って、どんな目標を持って投げるかっていうのが僕すごく大事で、その積み重ねがいいピッチャーとそうでないピッチャー、要するに勝てるピッチャーと勝てないピッチャーにこう分かれていくんじゃないかなと思ってますね。まあ先ほどは、まあ運動とはその脳でね、体で覚えるっていう部分の話ですけど、そのメカニカルな部分とか、ただ一方でこれまた矛盾した疑問なんですけど、マラソン選手っていくら肺活量を鍛えようと、その走る以外でですよ、はい、走る以外で鍛える蓄えるスタミナっていうんですかね、そういうトレーニングってたくさんあると思うんですけど、うん、ただし走ってるスタミナと、うん、そういう走れないその科学的なスタミナでもいいですね、スタミナトレーニング、やはりそのスタミナに関しては、うん、投げる方もある程度投げないと僕はスタミナがつかないような気がするんですよね。僕も同感です、はい、同意見です、はい。ですからランニングをたくさんしても、じゃあマウンドでたくさん投げられるかっていうとそうでもないんですね。やっぱりマウンドで投げるって、たくさん投げれるっていうのもある程度投げる練習をしておかないと投げられないと思いますね。だからそういう部分では走り込みも大事ですけど、投げ込みも非常に、ね、はい、大切なような気がするんですけどね。まあ、ですから2月のキャンプではもう先発を目指すのであれば1ヶ月で1000球投げましょうと、やみくもに1000球投げるんじゃなくて、ちょうどうまくこうある程度球から投げたら翌日休んで2日目に少なく投げて、でまた休んで、で次ちょっと多めに投げるっていうふうに、こううまくやっていくとですね、ちゃんと選球は投げられるようになってまして、で投げるスタミナも十分ついてくると思いますので、ただ選球やりにくもに投げろって言ってるんじゃなくて、その投げ方もアドバイスしていきたいなと思ってますね。今までの指導法に加えて、その科学的根拠という因素をプラスして、はい、指導されていくという、そうですね、ピッチングに関してはアメリカメジャーリーグとスポーツドクターが一緒になって約20年ぐらい研究したデータがあるんですね。そしてピッチスマートという指標が出てまして、何球投げたら
何日休んでいいで投げてくださいとか、うん、何球までだったらであの連日投げてもいいですよっていう指標があるんですね。でそれをもとにその指標が僕は全てじゃないと思ってまして、アメリカで出された指標をもとにあの日本のピッチスマート版っていうのを作成していくことが大事じゃないかなと思ってまして、もうそれをすごく参考にさせてもらいながら、こうちょっと僕の考えでこうしたらいいなっていうのがアイデアがありますので、それをこうジャイアンツの投手陣には導入していきたいなと思ってますよね。西口先生は今のお話をお聞きになってどう思いますか？それは私のピッチスマートはその例えば学生なんかで、はい、リトルリーグでもシニアリーグでも、うん、何歳から何歳になるでもここは何球投げたら何日休みなさいとか、はい、そういったピッチスマートという仕様があるんですけれども、はい、それはプロでも作っていこうという考えです。そうですね、うん、まあ、WBC という3年4年に一度の世界大会の時にこうそれはピッチスマートをもとに先発ピッチャー何球まで、で何球投げたら何日休んでくださいっていう、まあ、ルールがあるんですよね。でまたメジャーリーグでも日本でも先発ピッチャーは毎日投げないですよね。中4日5日6日空けて投げますので、そうするとその指標にはちゃんと当てはまってくるんですよね。まあでも学生時代よりも僕はこのプロの選手たちにはもうちょっと厳しい球数でいいと思ってまして、なぜなら体が出来上がってるからですね。学生時代は少なめで20代から30代後半にかけてはしっかり投げてもらって、で40代に近づくにつれてまた少しずつ球数を減らして体の負担を少なくしていくっていうね、そういう右肩上がりじゃなくてこういう感じでなだらかにいった方が僕はいいんじゃないかなと思ってますね。実際川田さんが全盛期だったと思うんですけど、川田さんが一番一試合で投げてる球数って133球ぐらいなんですよ。 133.2 球ぐらい、一番平均でですよね。平均で、はい、で今ジャイアンツのエースの菅野投手ですか、うん、彼が 108.99 なんで約109球、うん、っていうことは約30球近く桑田さんの全盛期と今のジャイアンツのエースの球数が違うんですよね。30球というと2イニングですね、はい、1イニング15球とした時に、はい、2イニングということは7回まで投げて7回までしか投げてないっていうことですよね、基本的にね。実際エース級が7イニング108球ぐらいで、いいのかなっていうね疑問もありますよね。でもこうやっぱりスポーツ、どのスポーツもそうなんですけど、道具が進化したり戦術も進化したりしてきてますので、一概にその20年前30年前の数字と比べるで、それが全てとは言えないんですけど、でも僕たちの時代は中4日5日で投げてましたので、今は中6日7日で投げてますので、十分回復する期間が与えられてるので、僕は僕たちの時代と同じぐらい投げても僕は支障ないなと考えてますよね。それあれ中6日メジャーは確か中4日で100球ですよね、メドがですね、100球はメドですけど、そのメジャーのエース級っていうのは80球、99、80球、90球ぐらい、そうですよね、ですよね、うん、あれやはりその中4日しかないメジャーリーグと中6日になった日本のプロ野球との違いと受け取っています。そうですね、はい、僕はそう思いますよね。まあ、ただその球数を守ったら怪我人がゼロになるかっていうとそうじゃなくてですね、怪我人はどんなことやっても出ると思いますし、ちょっと無理して投げても怪我しない選手も出てくると思いますけど、ある程度選手を守っていくっていうことからすると
そのピッチスマートという指標は非常に大事だなと僕は考えてますけどね。